まあなんとか治ろう。ゼコは死んだけど。ゼク落ちで十分なお前なんて。ガフロのダメージやべえ。140ぐらい食らったぜ今氷で。もう回復しなくていいガウドは。MP の無駄だ。ガウドは置いてきた。光栄の防御力の低さやばいな。全員はもうなんだかんだで守備特化の構えにしてるけど、早く倒せ。ショッカーゲン、ショッカー減衰。おい余裕だ。身のこなし。なんか魔法で固められてどっか行くと、なんか固めて捨てるゴミみたいだったな今。カーラモンが。しつこいカーラモン。固めて落とす。本当リーダーの器じゃねえぞカーラモンの。こんなリーダーは嫌だ。お前この数歩の階段の間にどれだけ変化するつもりだ。さあ管理の仕事が始まる。すごい倒したんだよ今日は。道端で突然出てきてこいつは死倒したからな。あらなんかこの前の、なんだこいつ、スサミストリートみたいなやつ。こいつ強えな。打撃もほんの10ぐらいしか通らない。あれ、ゼブって攻撃力低いんかな。なんかイマイチだぞ。あれしかもなんかいつの間にかゼブ体力一番高くなってるパーティーなのこれ。前まで一番じゃなかったよなこいつ。一番だったっけ。記憶がない。ゼクの HP を覚えてない。覚えてるやつはいない。進みたい。本当二面で時間使いすぎな、二面で時間使いすぎなのよ。ステータスどう？結構増えてんな。あ、っていうか全キャラの中で一番 HP 高いのラゼルなんだけど。どういうこと？サンダーだったのか魔法。ヌード。ヌードってなんだよ。回復クイック、ファイアスロー、回復ガード。
回復ラックアイスダウン。ダウンってなんの？待てよ、基本的に魔導士系のやつが相手の能力を下げるで、回復系のやつは味方の能力を上げるんだよ。もうこれラックを上げるで、ファーミアガードを上げる、カーラムはスパイスを上げるだろ。でアーバルスがスパイスを下げて、ガウドヌードは何なんだ、ウッパラはダウンでしょ。スローだからス、ほんとね、何あと何、強さと攻撃防御、攻撃防御をダウンってなんだ、ラックかな、ラックか、まあ、ダウンだからダウンじゃ分かんねえな、消去法じゃないと分かんねえ、もういいや、もうそんなどうでもいい。火星人が進行してる。あれしかも後ろにいるレミングス、レミングスまだこいつ珍しいな、一世代前のやつだから未だに頭張ってるなんて。こいつはカモだ、ヌードって何なんだろうな、防御力ダウンなのかやっぱ脱がす。お、なんだ、偽物じゃなかったのか、紛らわしいわ、偽物がうんたのの話をしてるときに。こんな紛らわしいことようやく来たぞ、ようやく俺にもロッドが手に入る時が来た。しかもこいつら本当前のマップの敵じゃん、後ろのゴリラも。あれから都合レベル5ぐらい上昇してるからな、敵じゃねえぞお前らなんて、もはや何でもない敵へと成り下がったしかも後ろのやつから死ぬ。は？何今の、後ろは死んだら逃げんのか、てかほんと初めてだな後ろから死ぬなんて。ジルコン、もうそうとは言いやねえんだよ、いい加減にしろこのゲーム、ソードはもういらねえ。サンダーシールド、これサンダーシールドサンダーアクセに変えようかな、若干攻撃力上げていこう。ハンドアックスをサンダーアックスに、うわぁ、ついに来た。てかもうこれさすがにカーラモンに装備させよう。カーラモンどうしようか、メールと、メールよりもロッドでいいか、うん、これでいいか、よしこうしよう。ようやくだよ、あ、読むの忘れてた、まあいいや。ようやくだよ、魔力が上がり始めた。もうこの魔力アップ縛り、絶対に魔力なんて上げさせないぞっていうスタッフの意地悪もこれまでだ。しまったな、ちょっとガウドに、ガウドの魔力上げとけばよかったっていう後悔、後悔の念が。よし、後ろのやつ倒せばに逃げるみたいだな。おいロッド逃げんな、くそか、誘い込まれた、つえー、もう何でもねえやこいつらも。ここだって初めて来る街なのに。何でもないもはや。あれゼクだけど、てかイラの弱くね。
明らかにユラナの火力は低い。なんでユラナ55、ゼク64。あ、まあ、チマ4の、なんでだよ。パララストはいらなくね。サンダーアクセにしようぜ。これどうせ敵弱いんだから火力重視でいこうぜ。あれなんでこいつすり抜けて上に追い詰めてたはずの。わあ、これは爽快だな。これ俺めちゃくちゃ苦労してたね、こいつらに。半端ねえ。あれからレベル5も上がってるから、もうゴミじゃねえかこいつら。完全ゴミ。ロッド9、9かよ。まあでも6よりマシだな。ちょっとこのロッド5とかいらんから勝負ね。おお60来たぜ。ガウド時代1517年から1521年ガウド時代。強すぎる。俺はこれを待ってたんだよ。おお、マジでガウドが一番強いじゃねえか。ついに来たか、ガウド。お前本当にガウドか。俺の知るガウドではない。もはやこれはただの石油王、単なる石油王だもん。クソが、腹立つ顔のスライム、殺してやる。敵じゃねえぞお前らなんて。なんかくれよ。何をしてるここで。もういい。もう戦う必要ない。俺は平和を好んでいる。穴から落ちないといけない部屋がある。貴様らに構ってる暇はない。あれか、左の方に確かにくすみがある。勝てるかな。ちょっとこれちょっと安牌取ろうっていうのを、こいつに負けて戻ったらまたこっから部下が出てきて占領される可能性がある。俺はそれを恐れている。俺は剣にもある。この上のやつ、この上のやつみたいなのがもうほんと量産してくれよ。確実にロッド落とすんだから、こういうやつが。うわ弱すぎる。ゴミじゃねえかこいつ。こいつ前の村のボスより弱いだろ。さすがにそらないか。ガード温存しよう。こんなやつに回復、サンダーもったいない。
脱がしていこう。なんでなんで敵が使うときはクイックにで26の素早さ上がるんだよ。おかしいだろ。弱っ。まあそんなことだろうと思った。でここはもうミミックだろうけど取るわ。もう絶対ミミックだろこれ。中でも取らざるを得ないんだよ俺は。お PC ゲンジ出てきた。これ上の町の PC ゲンジだよな。うわーこっちレベル上がってんだよお前。オグラドランズ。ミミックと戦って消耗したのは痛いけど、あのドアを開けてくればもう一回攻め込むのは楽にできるだろう。楽に攻め込めるだろう。全然効かねえじゃねえか。クイックするか。くそー、よし勝った。パララストーンは、まあ、カーラモンとかにつけるか。メイル15、まあ、攻撃があんまり弱すぎても敵の魔法に弱くなっちゃうから。なんだスケコマしかこいつ。え、これ上と下どっち行った方がいい。位置的にはここで落ちたら敵のボスのとこ行けんじゃねえの。ほらな。あ、危ねえ。あいつについていったら終わりだった。またやり直すとこだった。俺は騙されねえ。いや近づいてきたな。もう今日ここをクリアして上の町も解放するわ。もうガンガン進む今日は。いい加減にこの2面に費やしてる時間長すぎるぜ。よし神演歌だった。吉本新喜劇の石田康に似てるね。頭蓋骨しかないけど。回復すなその見た目で。お、スロー。実際スローって何なんだろうな。エルファリアのステータスは謎が多い。別になんか誰が動き遅いからこいつはあんまり攻撃しないとかそういうのないもんな。みんな平等にな数だけ攻撃してるし、攻撃する順番点なら別に大して影響ないよ。結論として素早さはどうでもいい。てかステータス自体どうでもいいもん。ステータスで何か激変したことってないからな。そもそも3段打っときゃいいんだよ。よし、これちょっと散策しよう。この町元からこんなのがついてたのか。平和になっても
あれ俺ここ行ったっけ。おい何ここ。あ、穴から落ちてきてここに来たんだ。お、来てよかった。ランドル、アイテムくれることもあんのか。さすが学者。もうハーブの量よ。こっちもどんどんメルトしていかないと落ち着かねえ。ランドルの書、うお、すげえ。ライトツイストって何。ちょっと待って、ランドルの書本当に大事にしないと。積みかねないこのパワー。しっかりしよう、しっかり。パララストーンにホーリーブレードを足すべし。メルドにナイトブレイクが生まれ、ダークブレード色を披露す、アイスブレードは外すべし。はい、パララストーンなら腐るほど。ホーリーブレードは多分パインだろうな。もう読んだわ、発狂しそうだった。よし行くか。いやこの2面も相当進んできたら、もう残るとこれ高等上だけだぞ。確信に近づいてきた。まあちょっと右の洞窟は気になるけど。さあ3人者集結。しかし攻めるのカーラモンのみ。キラーゴブリンか。一瞬だけ敵の名前出るんだよ。キラーゴブリンってこれ PC エンジンのことか。なぜこんなやつがホーリーブレードなるものを持っているんだ。いや待ってよ、ホーリーブレードってことは水剣だから、水パ使わないといけないんだよな。また水パを育てろっていうのか。ロッド2とか装備しないぞ水パ。水パをまた一から育てなきゃならないなんて気が狂いそうだ。俺出せや、ホーリーブレード。バキガス、避けん、早く出せ。カツアゲの図、ホーリーブレード。よし、はぁ、あ、落とさねえじゃねえかよ。何なんだよお前、持ってねえはずじゃがじゃねえ。こいつこの学者。まあいいや、このアイスブレード外すべしって書いてあったからもういらねえよ。メール15とかもじゃあパインに渡そう。でここにパララストーンをつけて、ジンもそう、パララストーン、ベラドーナってなんだ、結構強いじゃん。メール14これでいいか。でメール14の通り、ウッパラーもメール14、ソード14はいらないか、こっちにつけるか。うわ弱え、ゴミだ。キラーゴブリン、まあ信じてやるよ。何回かやれば落とすかもしれないからな。こいつも強いんだよ、この陣、この前の前衛の。パペットマンが強いんだよ。全然効かねえんだもん魔法が。お、強え。クイック、よし、ゼクを高めろ。よしいぞ、高めていけ。あれなんか2回殺してるの気がする今。パララストーンしか落とさねえじゃねえかよ。
また外出ないと。じゃあちょっと水場で行ってみるか。ジンマには水場がいいという。まあ装備ならこいつらもそこそこは、まあ魔力込みだけど。ほんと強えなこいつら。まるで魔法が効かない。やべえ、ラゼルの MP 消費量がえげつないことになってる。魔力が少なすぎて。もっと落とせっつうの、ほんとに。ほら。ホーリーブレードよこせ。相手は子供でも容赦せんぞ。よし。お、本当に落とした。レアアイテム枠ってやつか。ナイトブレーカーメール、まあこれでいいでしょ。メールで。よし、お前も少し役に立ったようだな。お、これナイトブレーカーだからナイトブレイクできるんじゃないか。ナイトブレイクしろ。確かにちょっと威力高いような気がする。ナイトブレーカーだけに。うっぱら、さっきから全然通ってねえじゃないか。これ魔力低すぎんだろうな、多分。魔力が低すぎてダメージ、魔法が全然通ってない。ブレイクしてる。もうダメだ、役立たん、ゴミだ。よし、やっぱパンチは強えな。おお強え、さすがナイトブレイカー。うっつ、これ強えぞ。しかもこれ 100% 攻撃当たる。これこの時避けられない。うわ、これは強い。これはナイトブレーカー。これはさすがに水場で行くか。全然前進めねえんだが。ちょっと待て、とりあえずキラーゴムリかホーリーブレードぶんどろう。話はそれからだ。バルログ、俺がえらい苦労したバルログじゃないか。しかしあそこからもうレベル7ぐらい上がってるからな。敵じゃねえよお前ら。なんでもない敵になり下がったな。よし、すげえ。これがナイトブレーカーの底力か。ブレイクしろ。うわっ、ホーリーブレード。 I want ホーリーブレード。頼む、これ落としてくれ。ホーリーブレード頼むぞ。ホーリーブレード、ホーリーなブレード落としてくれ。めっ、いや最強だわこれ。ホーリーブレード最強だわ。まず避けられない、こっちの攻撃を食らわない。そしてその間にまた固めることができるっていう。これまだパイン一人だけど、これをジーンが装備しだすとも誰も止められんぞ。もうウッパラ、もうウッパラ帰れ。来た。わあ、もういらんわ、もうパラストーンいらん。よーし、ベラドンナ、これでよくね。
メール系とかいらんでしょ。で、ソードをソードジュさん。おー